こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、大変有名な、標準レンズルミックスの 50mm第1 世代になりますね。はい、はい、ご覧の通りですね、ルミックスの 50mm F 値が4、シリアルナンバーが1945463ですので、1962年の製造の、はい、ドイツ製ルミルックスということになりますね。はい、ご覧のようなですね、美しいルックスから貴婦人の異名を取る美しいレンズですね。工業芸術品と言われるゆえんですね。はい、ご覧の通り非常に外観は綺麗な状態です。すれあたりへこみとか、ぶつけた後落下痕などは見当たらないですね。非常に綺麗な状態です。はい、ご覧の通りですね、正面から見ても落下して歪んだりとかですね、ガタがあったりもしませんね。はい、マウント部も綺麗です。マウントは M マウントですね。ライカ M マウントになります。ライカ M3 ですとか、最近の最新のライカ M などにも現役で普通にご使用いただけるレンズとなっております。はい、レンズ前玉後ろ玉ともにですね、非常に大変綺麗ですね。擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離などのようなものは全く見当たらないですね。はい、中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、全く見当たらないです。はい、ホコリチリの、混入がゼロではないとは思われますけれども、肉眼でほとんど見えませんので、画質には全く影響はありません。はい、もしですね、全体的な修理、整備、オーバーホールをご希望いただける場合は、オプションからお選びいただければと思います。はい、絞りも滑らかに全く問題なく動作してますね。はい、羽の痛みとか汚れもないですね。はい、ミトヘリコイドももちろん滑らかにいっぱいまで動作してまして、グリス切れのスカフカ感、固着など見当たらないです。感じないですね。はい、動きミラーなども全くないです。はい、付属品がこのリアキャップとこれがフロントキャップですね。はい、それとこちらの、ちょっとメーカー名が不明ですけれども、フィルターをお付けいたします。はい、ライカのレンズはですね、一度傷ついてしまうと再起不能ですので、こういったフィルターをご使用いただけることをお勧めいたしますね。はい、でもってこちらの純正のフードですね。はい、こちらが、50mm の専用のフードとなってますね。こちらも当たりへこみなどない綺麗な状態ですね。はい、ズミリック専用のフードが付属しております。これ挟み込み式ですね。はい、はい、ということで、外観、光学、内部機構ともに全く問題のない非常に状態の良いライカズミルックス 50mm の第一世代です。フード、フィルター、前後キャップ付きになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。